ボックスホール・クレスタは、イギリスの自動車メーカー、ボックスホールが1954年から1972年まで製造した上級中型乗用車である。クレスタには世代により E、PA、PB と PC の各モデルがあり、バイカウントはクレスタ PC の上級モデルであった。メカニズムは一貫して保守的なものであった。 当初は1951年に戦前設計からの全面改良を受けて市販開始されたボックスホールベロックスのデラックスバージョンとして導入された。1956年から1957年のモデルチェンジでボックスホールの4気筒、小型モデルと6気筒、大型モデルが別々のボディクラスに分離されると新しい大型のベロックスのうち上級モデルに 独立したクレスタという名称が与えられた。コードネーム PA というこの車はボックスホールの親会社である米国ゼネラルモーターズの影響が強いスタイルのアッパーミドル級モデルであり1950年代後期の英国車としては強い個性を持った壁なデザインを備えていた。それゆえに労働者階級上がりのロックスターが乗り回してもおかしくないが法廷弁護士や 石のような英国の保守的エリート層は、運転しないような、得意なキャラクターを備えたモデルとなった。とはいえ、皮肉なことに、エリザベス二世以上は、長年この車のエステート版を使用者として、愛用していた。1962年にモデルチェンジされた、PB 以降は平凡堅実なデザインとなりつつも、同じ GM 系のオペルの影響を受けない設計、デザインを継続し、 1970年代初頭までボックスホール車最上級クラスとしての地位を保った。第二次世界大戦前から中級モデル以下にモノコック構造を採用していたボックスホールは戦後の生産再開も戦前型の部分改良でしのぎ、1948年にはボディ外装を1940年代初頭のアメリカ車並みにリデザインしたモデルのうち6機頭車に 戦前からの上級モデルネームであるベロックスの名を与えた。この時点ではエンジンこそ刷新されたもののトーションバー式リボネ独立喧嘩を備えた戦前以来の旧式設計を出していなかった。ボックスホールが常用モデルのベロックスとワイバーンにアメリカで流行し始めたフラッシュサイド型フルアイズボディと第二次大戦後の前輪独立喧嘩の主流構造である ウィッシュボーン式独立喧嘩を与えてフルモデルチェンジさせたのは1951年であった。デザインモチーフは同時代のシボレー車に酷似していたが英国車の寸法に押し縮めたスタイルのために鈍重さを免れなかった。ボンネットフード上にはボックスホール社が1905年以来受け継いできたフルートのモチーフが刻まれていた。対戦直後の自動車不足需要器を脱し、 平時の販売競争が本格的になってきた1954年にベロックスの上級バージョンとしてクレスタが追加された。最初のクレスタ E はベロックスと同一出力の同じ 2262cc の直列六気筒エンジンを搭載していたが、車体先端の V バッジ上に特別オーナメントを備えていて区別できた。革か織物が選択できる内装。 オプションの二色塗装、標準装備のヒーター、ダッシュボードへの時計、シガーライターの装備、開くと自動的に点灯するトランク内照明といった細かな電気装置、助手席のサンバイザー裏に仕込まれたバニティミラーを共に備えていた。ラジオはオプションであった。もっともフラッシュサイド型としては初期にあたる1950年の腰高なデザインのボディは、 1955年頃になると、すでにチンプカは、免れず、延命のために余分なクロームメッキパーツや、不似合いなツートーンカラーも追加されたが、ジグハグさは否めなかった。1956年、英国のザ・モーター・氏がクレスタをテストし、最高速度82.2マイルパーアワーと例から、60マイルパーアワー加速に20.2秒 23.、23.5ミリリットル。 映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は税込みで931ポンドであった。1957年に発表された PA 型のクレスタはおそらく戦後の上級ボックスホール車では最も広く知られたモデルである。この車は巨大なテールフィン、ラップアラウンドウィンドウ、ホワイトリボンタイヤといった当時最新の米国車、スタイル様式を取り入れており、 1955年モデルのパッカードカリビアンへの禁似性が強かった。キャデラックやビューイックと比べれば控えめであったが、ここまで英国的伝統を逸脱してアメリカ風にデザインを振られた英国製サルーンはほとんどタレーがなく得意な存在となった。ボックスホール伝統のボンネット状のフルートは当初フェンダーのサイドパネルを細い帯状にへこませることで継承されたが、 このモデル途中で、ついに廃止されている。メーカー製のすべての PA は4ドアサルーンであったが、ハンプシャーのベージングストークにあるフリアリーが改装したエステート版もあり、現在この車は希少である。メカニズムについては、先代の E シリーズ同様に、英国車ではありふれた平凡なもので、前輪にコイルバネを使用したウィッシュボーン式独立圏か、後輪にスタビライザーを備えた。 リジットアクセルをハンダエンリーフスプリングで吊るごく一般的な設計である。前輪ともに a p ロッキード制9インドラムブレーキであった。先代から受け継いだ 2262cc の6、気筒エンジンはプッシュロットで作動する、オフで圧縮比は7.8、1で 82.5bhp、4400rpm の出力を発生した。ゼニス製キャブレターを一装備し、 トランスミッションは全身3足であった。PA 型のクレスタは生産期間中に様々な変更が施され、その最も大きなものは 2262cc のエンジンが全面刷新され、ショートストローク高速型の 2651cc に変更されたことであった。この新しいエンジンは直列6気筒という点では以前のものと同じであったが、 その出力は 72PS4400rpm から 104PS4800rpm へと劇的に向上していた。この車は革とナイロン製表皮を持つ前後席のベンチシートとパイローリカーペットといった上等な内装を備えていた。ヒーターは標準装備であったが、ラジオは英国市場ではオプション品であった。その他のオプション品には、 ホグライト、バックライト、鍵付き給油口、サイドミラー等があった。6名が乗車できるよう全席の床を開けるために、サイドブレーキレバーは、ダッシュボードの下に備え、シフトレバーは、コラムシフトとなっていた。塗色は、単色化にトーンカラーのどちらかを注文することができた。1958年に、ザ・モーター氏が、PA 型クレスタをテストし、 最高速度八十九点八マイルパーアワーと例から六十マイルパーアワー加速に十六点八秒二十五点二ミリリットル映画論の燃料消費率を記録した。テスト車は三百五十八ポンドの税込みで千七十三ポンドであった。千九百六十年にはオーバードライブ付きの二点六 l エンジン版をテストし最高速度が九十四点七マイルパーアワーと 0から60マイルパワー加速が15.2秒に向上し、燃費は26.8ミリリットル、映画論に改善されていることを確認した。テスト車は317ポンドの税込みで1077ポンドで、オーバードライブなしは1014ポンドであった。1970年代に多くの PA 型クレスタが改造され、カスタマイズの素材とされた。このモデルは、 フフィティーズ文化の流星と共に人気となり、テディボーイたちにより運転され、ロックンロールのイメージと重ね合わせて見られることが非常に多かった。1981年のスペシャルズによるゴーストタウンのビデオ内でフフィティーズの服装をしたメンバーと共に1960年型の PA 型クレスタを見ることができる。現在では PA 型クレスタはクラシックとして認識されており、 その他のモデルへの評価はそれよりも幾分低いかもしれないが注目度は上がってきている。1950年代終わりの PA 型クレスタの有名なオーナーにドンラングがいる。1962年にモデルチェンジされた PEB 型は PA 型のテールフィンを取り去り平らなボンネットを持つように大幅に外観を変更された全体的に保守的なスタイリングの車であった。 当初は 2.6L エンジンを搭載しており、生産最終年に 3.3L エンジンに換装されたが、特定の輸出市場では、税金の関係から最後まで 2.6L エンジンであった。変速機は依然として3速コラムシフトであったが、オーバードライブ付きも選べるようになった。3.3L モデルは3速コラムシフトが標準で、4速フロアシフトがオプションであった。 GM 系列車にふさわしく、3足式の GM、ハイドラマチック、オートマチックトランスミッションが両エンジンで共に選択できたが、3.3L モデルの末期には、AT ユニットは同じく GM 製ながら、なぜか旧式で、効率も劣る二速、パワーグライドに変更された。前輪には倍力装置付きのディスクブレーキが装着された。シリーズ最後の PC は、 1965年10月のロンドンモーターショーで発表された。下級モデルのベロックスはすでに廃止され、PCS、PCD と PCE の3モデル構成となり、最後のモデルは独自名称のバイカウントとなった。PC は前、モデルとは異なり、先行して FD 型ビクターで取り入れられたコークボトル型のスタイリングとなり、 かなり明確にサイズを縮小したシボレーインパラといえる車となった。ボディデザイン刷新に比し、ホイールベースやサスペンション構造などのスペックは p b からのキャリーオーバーで、保守的設計は変わらなかった。オーストラリア製のホールデン HR とも似ていたが、より大型で豪華な内蔵を持ち、その7年間の生産期間を通じて 3.3L の直列6気筒エンジンを搭載していた。 シボレースモールブロックの V8 エンジンがそのままエンジンルームに入ったが、このオプションはヨーロッパでは提供されなかった。当初はオーバードライブ付きもオプションで選べる3足コラム、MT が標準で、4足 MT と2足、パワーグライドはオプションであった。あと九1971年頃から4足 MT か3足、AT のフロアシフトがバケットシートと共に提供されるようになった。 ゼネラルモーターズニュージーランドは1966年から1971年までウェリントン近郊のトレンサムの自社工場でこの車の組み立てを行った。一つのベースモデルのクレスタのみを組み立て、生産期間中の変更点はごくわずかであり、英国市場では1971年頃に施されたフェイスリフトも行われなかった。しかし、 生産期間中にブレーキ性能向上のためにブレーキがタンデムマスターシリンダーに改善され、この改善はニュージーランド仕様では標準となった。4頭ヘッドライトのクレスタデラックス、バイカウントやエステートが完成者として英国から輸入もされた。ニュージーランド市場では提供されなかったフェイスリフト後のモデルでは4頭ヘッドライトが標準となり、ダッシュボードが一体型となった。 コラムシフトに代わり、フロアシフトが標準となった。デラックスモデルでは、ベースモデルの2頭ヘッドライトに対し4頭となった。1967年1月に、英国市場では、エステート版の納入が開始された。この車は、同モビルキャンピングカーの改装で知られる、ホークストンのマーティン・ウォルター製となった。このエステート版は、強化型の後輪サスペンション。 体型タイヤとルーフラインの改造により、サルーンよりも2位高くなっていた。当初クレスタエステートは、英国市場で1507ポンドで発売され、これは同等のサルーンに比べ40%近く高い価格であった。長年市場で地位を保っていたハンバー・ホークのエステートと当時発売されて間もない、フォード・ゼファーのエステートの英国での価格は、 おのの1342ポンドと1379ポンドであった。クレスタエステートは、通常は47インで鉱石を折りたたむと76インまで拡大できる価質を持っていたが、ボックスホールの競合車は多量に売れるような価格ではなく、エステートの生産は1968年で終了した。1966年6月に、クレスタ PC と、 同一エンジンと同一の機械機構を持った超高級モデルとしてバイカウントが導入された。この車はパワーステアリング、パワーウィンドウ、リクライニングシート、ビニール張りの屋根、ウォールナット仕上げのダッシュボード、前席と後席の巻き取り式、シートベルトと熱線イリリアウィンドウも標準で装備していた。黒塗りにされたグリルとヘッドライト周りが高級な雰囲気を出しており、 テールライトにはクロームが被せられていた。新緑、コーン、マルーンといったボディ色の側面にハンドペイント風の細い線が入れられ、この車に特別仕上げの雰囲気を持たせていた。二組の二頭、四季五陰形のシールドビームライトの外側は二つのフィラメントを持っていたため、この車は四頭のメインビームを持っていた。バイカウントはクレスタよりも幅広タイヤを履いていた。 バイカウントと同様の日本なしテールパイプは同時期の 3.3L 版のクレスタ PC ではパフォーマンスオプションであった。標準のトランスミッションは GM 製の2速、パワーグライドであったが英国市場では85ポンド廉価にその他の地域では追い金なしでオプションの4速 MT も選択することができた。1970年の秋に2速、パワーグライドは GM 製3速 AT に更新された。南アフリカ版では、クライスラ製の V8 エンジンをオプションで搭載した車もあり、これは GM 系製品が直接の競合となるメーカーのエンジンを使用した数少ない一例であった。ありがとうございます。